はい、どうもこんにちは。今日はですね、こちらです。こちらの新しい 15.6 インチのノート PC を購入いたしました。こちらは中古品ということで購入しまして、インスパイロン5575という商品です。デルのノートパソコンですね。こちらの方、なぜ購入したかというと、こちらの方ですね、Ryzen 5の 2500U っていうのが載ってるというので、Ryzen が載ってると。価格の方がヤフオクで落としたんですが、これかなり安く落とせたんちゃうかなと思います。43,500円、こちらの方で購入の方をいたしました。でっていうので、こちらの方ね、メモリが 8GB、ハードディスクが 1TB 載ってるという状況です。で、 DVD ら、RW がついててということで、色がローズゴールド。ローズゴールド僕に合わないなという感じですが、まあ、とりあえずは、見てみたいなと思います。早速ね、どんな状況かちょっと見てみたいと思うんですが、この袋マルティニーク、何これっていうので、この袋に入ってました。うわ、めちゃくちゃ綺麗ですね。いや、女の子が持つ色や。右側面が、こちらですね、電源が、これ電源、そして、HDMI のポート、そしてこちら LAN ケーブルですね、有線 LAN のケーブル、そして USB が2機、イヤホンジャックがついてます。前の方がちょっとこういう感じですね。左側面が、これが SD カードスロット、こちらの方に USB ですね。そして DVD RW、 あ、ちょっと気づいてんな、ここ。まあいいや。で、こちらがキーのなんかマークついてますね。背面は特に何もないという形です。じゃあちょっと早速開いてみますね。でっか。あ、そのもの。あ、でも綺麗やな。あ、なんかちょっと俺傷つけそうやな。新しいのはね、ちょっとあんまり使わないのですごいドキドキしますね。はい、というので、こういう形です。はい、というので、こちらね、Ryzen 5のロゴがついてて、ここ、Radeon の Vega 8っていうのがついてるという形なんですね。まあ、どんな状況かちょっと見てみたいなというふうに思います。はい、というのでね、いきなり立ち上がるとは思うんですが、やっぱりね、ちょっとハードディスクよりも SSD 480GB にちょっと変えとこうかなというふうに思ってます。そして Windows 10インストールして設定の方をして、ベンチマークちょっと見ていきたいなというふうに思います。ちょっと早速ね、取り掛かってみようかなと思います。はい、ということで一応ですね、 SSD480GB に乗せ替えました。そこで BIOS の方をね、ちょっと見てみたいなと思います。じゃあ電源入れてみると、電源スイッチオン。はい、というので、こちらの方に BIOS 出てきてますというので、問題ないのかなということですね。はい、こちらの方に出てるようにですね、 AMD Ryzen 5の 2500U With Radeon Vega Mobile GFX っていうのが載ってるということですね。 3600MHz、 3.6GHz ですね。はい、そしてシステムメモリーが 8192MB ということで、 8GB のメモリが載ってるというので、きちっと認識してるのかなという形です。はい、そしてその上のところですね、キングストンの 480GB というふうに出てますので、 SSD の方もきちっと認識しているということが、読めますね。というので、早速 USB から起動させていって、 Windows 10インストールし、各種設定をやって、ベンチマークちょっと見ていきたいなというふうに思います。はい、ということで、
無事 Windows 10のインストールに成功しました。よっしゃ、よいしょ。っていうので、今からですね、簡単に設定の方をしていって、実際に使えるような状況まで持ってきたいと思います。はい、ということで Windows 10設定の方完了しました。よいしょ。っていうので、まあ、ほぼ完了したやろという状況まで持ってきてます。早速ですね、いろいろちょっと見ていきたいなと思うんですが、まずはプロパティの方を開いてみると、 AMD Ryzen 5の 2500U with Radeon Vega Mobile GFX ということで 2.0GHz という形で読み込んでます。で、実装メモリ 8GB という形ですね。というので、実際これどれぐらいの実力あるのかちょっとワクワクするなっていう感じですけどね。なんせ Ryzen 5のモバイル版どうなんやろ、すげえ興味がありますよね。というので、まずはシネベンチからちょっと試してみたいなと思います。シネベンチだ。はい、ということでシネベンチ R15 立ち上がりました。きちっと読み取ってますね。 AMD の Ryzen 5の 2500U withラディオンベガモバイル GFX っていう風な形ですね。4コア8スレッズ 2.0GHz なんですね、やっぱりね。はい、というので実際どんなもんかちょっと見ていきたいなと思います。いくぞ、楽しみだぞ。 CPU ランジャー。はい、ということで出ました CPU のですね、 539CB ということですね。あ、以前測った Core i7 の 4700MQ にちょっと及ばないっていう感じですねっていう形なんですが、まあそこそこ 500CB 普通に超えてくるというようなパワーがあるんだということですね。かなりいいな、多いっていう形ですね。まあちょっと 600CB とか言ってほしかったなみたいなイメージありますけどね。まあ Core i7 の4シリーズ4世代目かなには十分渡り合えるパワーがあるんだなっていう形ですね。っていうので、まあシネベンチ R15 の結果でした。はい、というので続きまして、ベンチマークソフトのシネベンチ R20、こちらの方を見ていきましょう。シネベンチ R20 だ。はい、ということでシネベンチ R20 立ち上がりました。以前のですね、シンクパッド L540 の時、 Core i7 に変えて 999PTS っていう数字が出たと思うんですね。今回はじゃあどんなもんかなっていうので、ちょっと早速試してみたいと思います。きちっと読み取ってますね。高校は8スレッズです。はい、じゃあちょっとやってみるぞ。 CPU ランジャー。はい、ということで無事終了しましたね。 1089PTS っていう形です。こちらの方も数字かなりいい結果が出てきてるんじゃないかなというふうに思いますね。 Core i7 の 4700HQ よりもいい数字が出てきてますので、まあかなりパワフルなんちゃうかなというのがこちらの方でも分かります。というので、うお、よかったな、もう結構すっげえな、こう Ryzen 5ね。というので、早速次のドラゴンクエスト、グラフィック系強そうやなっていう予想があるんですが、そちらも見ていきたいなと思います。はい、ということでドラゴンクエストのベンチマーク、こちらの方も見ていきたいと思います。いつも通りですね、標準品質 640×480 ウィンドウ、この形でまずは見てみて、まあ、最高品質に上げていくという形に持っていきたいなと思います。じゃあちょっとやってみるぞ。ベンチマークスタートじゃ。はい、ということでこちらの方結果出ましたね。1万点超えるかなと思ってましたが超えました。すごく快適、スコアの方が11,311点っていうことで、かなりグラフィック系強いぞっていう結果が出てきてますよね。まあ、予想通りって言えば予想通りなんやけども、ちょっと嬉しいですね。はい、というので、
一応まあ最高品質でもちょっと確認しておきましょう。最高品質 1280×720 ウィンドウ、この形でもちょっと確認したいと思います。ちょっとやってみようか。いくぞ、よーいスタート。はい、ということで結果出ましたね。とても快適、8680点のスコアが出てきています。かなりすごいですね。やっぱりまあグラフィック性能相当高いなっていうのがまあ簡単に見て取れるなという状況です。これはかなりいいパソコンじゃないのかっていうので、今後ですねこちらの方をメインパソコンにできるかどうか、こちらの方もですね取り組んでいきたいなというふうに思います。いやーなかなかパワフルやなというふうに思いますね。というので、今回の報告はここまでです。今日はどうもありがとうございました。